こんにちは、どうも、キヌカツカズです。よいしょ。今日はですね、初投稿の動画を一緒に見ていこうということでですね、超恥ずかしい企画となっております。はい。まあ僕もね、YouTube 初めて、もうかれこれ2、3年経つんですけども、もう最初の方の投稿の動画って見返すことないんですよ。ただ、その YouTube のね、そのアナリティクスって言って、そのデータを見ると、たまにですよ、僕の初投稿動画を見られてる方がいるんですよ。で、それすごい恥ずかしいなーって、まあありがたい話なんですけど、まあ思ってて、で、僕、どんな YouTube 流してたんやろうって、もう完全に忘れてるんで、ちょっと一緒にですね、皆さんと見ていって感想をお話ししていきたいなというふうに思います。はい、もう僕もね、2021年の6月6日にチャンネルを立ち上げたようで、まあそっからすぐに投稿してたかどうかももう覚えてないんですけど、まあなんせね、あの表記では2年前にね、投稿されてるということで。で、その動画っていうのが、まあこれなんですけども、どうですかね、このサムネのその質素な感じ、ね、今こっちの携帯で確認するんですけど、薬剤師俳優うさぎハムスターチャンネル開設しましたってね、初投稿 YouTube 開設しました286回視聴2年前、2分15秒の動画。いやもうサムネからね、伸びないだろうなっていうね、あの、これ YouTube って、あの、最初の1本目、2本目、3本目ってすごい大切なんですよ。これ、今だから言えるんですけど。で、1本目に初投稿の動画を出すっていうのは、YouTuber として結構ナンセンスな行いっていう風に言われてて、だいたいその自信のある動画を1本目に出して、2本目、3本目ってやって、だいたいね、このチャンネルがどのデータにマッチするかっていうのがわからないから、いろんなところに拡散してくれるっていうのが最初なんですよ。だから、そのチャンネル登録も0人とかの僕がこの200何十回再生もされてるっていうのは、YouTube の恩恵を受けてて、いろんな人に拡散してもらってるんです。だから、そのタイミングで面白い動画を1本目にバーンって出しちゃうことによって、あ、何このチャンネル面白いじゃんって言って、どん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 視聴回数が上がっていって、1本目からね、稀にね、バズってる人いるのは、そういう理論でやってるんで、だから、基本的に最初の数本っていうのは、もう気合い入れた動画をバンバンバーンってやって、できるだけ短い間隔で出していって、で、一気にチャンネル登録者数を、確保する、再生時間数を確保するっていうのが、この YouTube での YouTuber としてのセオリーなんですよね。なので、この初投稿っていう動画っていうのは、もう自己紹介みたいなことしてると思うんですよ、このサムネ的に。これはもうナンセンス。はい。なことをいきなりやってます。だからね、まあ基本、僕が今 YouTuber やったら最初からも面白い動画バンバン上げて、自己紹介なんかも途中でもう後の方にね、上げちゃうっていうような、スタイルを取っていくんだろうなって思います。ではね、ちょっともうね、ちょっと恥ずかしいから全然長くなったんですけどね、もう早速ね、見ていきましょう。で、僕はこっちで見ていきますね。はじめまして、衣笠奏人です。この度 YouTube を始めることになりました。はい、ちょっと待ってください、これ。近いなーって、今も変わってないわ、この距離感。画面近いですよね、僕も、この頃の僕も、画面からね。で、何この髪型も、パーマ当たってるだけなんですけどね。ちょっと、まあ、行きますか。はい、ちょっと見てられへんな、なんか。はい。ちょっと待ってください、ちょっと待って。イエーイ、バシって切れましたね、今ね。雑。おトイレ雑。ですね、なんで僕がちょっと YouTube を始めようかと、思った経緯について話しますと、まあ今なかなかそのね、芸能界でその、まあ、活躍していくにはなかなかちょっと今状況が厳しい感じだったりとかするんですよね。待って、目かきながら、鼻かきながら話すなって、俺ね。いやー、ほんで、なんかちょいちょい出てくるテロップ、消えるの早くて読めへんっていうか、もう、音だけやたらでかいとかも、ちょっと、まあいいわ。ちょっと終わらないんで、ね、いきます。だから、今ちょっとできることって何やろうと思った時に、僕今ちょっと本書いたりとか、まあ、いろいろやることをやってるんですけど、その中の一つとして、まあ、YouTube っていうのを、やってなんか一人でも多くの人に僕のことを、知ってもらってもらえれたら、まあその芸能界の方でも力になったらいいかなと思って、YouTube もまあその緩くですけどね、今はちょっと始めたいなというふうに思って解説すること。ちょ、なんか音楽、同じ音楽もっと急に流れ始めましたね、今ね。完全に音楽切れ終わった後、同じ音楽そのまま繋げたみたいな感じで、ちょっと不自然な入り方になってましたね、今ね。で、まあ、ちょっとまあ、言ってることはあんま変わんないですかね、今とね。なんかまあ、そのまあ、
俳優と芝居として。でも売れてないやん、何してんねん俺、2年後の俺こんなんなってんぞって。はい、ごめんなさい、次行きます、ことにしました。なのでまあこっちの YouTube とかではそんなね、あこっちのって言った、もう一個ね、なんかシアートカンパニーって YouTube の方もちょっとグループでやらせてもらってるんですけど、これはもう潰れましたからね、このチャンネルはね。なんかそっちはまあ企画みたいな感じのことやったりすると思うんですけど、まあ、こっち の, その僕の個人のやつに関しては、まあ、本当なんかゆるい、例えば僕今ウサギとハムスター飼ってるんですけど、なんかそれの動画上げたり、あとねちょっと僕適当に料理したりとかするんで、その、まあ、簡単料理みたいな感じとか上げれたりとか、あとはなんかどっか行ってきたよとか、ここはこんなんあったよとか、あと普段ちょっと薬剤師もパートでやったりしてるんで、薬のこととか、まあ、言える範囲とかでやったりとか、ほんと緩い感じでね、まあ、編集とかがっつりやったりとかせず、企画とかをやったりすることもなく、まあなんか、編集がっつりすることもなく、企画をやることもなくって、じゃあお前なんで YouTube やってんねんって、おい、企画やってんねん、この時点でまずっていうね。何この人、もう舐めてんのかな YouTube。 緩い感じでやりたいようにやりたい動画を作っていきたいなと思っているんで、気軽な感じでちょっと見ていただけたら、嬉しいです。なのでちょっとでもまあこれから動画見てて、まあいいなと思ったらチャンネル登録して、見ていただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。バイバーイ。はい、最後のね、高評価チャンネル登録お願いしますの画面も音でかかったですね、これね。ちょっと音量の調節ができてないですね。はい、まあちょっとまあ黒歴史ちゃ黒歴史に入りますかね、これね。なんか多分 YouTube を舐め腐ってる小僧っていう感じで、あともう編集も下手くそやし、まあ今も別にそんな得意上手いわけじゃないですけど、ちょっとね、音をいきなりなんか切れたり、テロップ長く短かったりとかね、音大きかったり、あともう噛み噛みやし、カットも下手くそでしたね、ちょっとね。はい。だからまあそう思ったら、この2年間3年間で、結構、編集技術っていうのはついてきたんじゃないですかね。あ、いや、僕編集うまい方じゃないですよ、もちろん。もう分かってますからね。ただ、ほら、でもなんか言ってることがおかしかったりとか、行動がおかしかったりとか、その内容が、なんかね、編集がおかしかったりっていうのは、まあ、その違和感は減っていってるかなというふうに思いたいです。ちょっとこう客観的にまたね、この2年後とかに、同じように今の時期の動画を見ないと、この2年後の僕がどういう評価をしてるのか分からないですから、何とも言えないんですけど、まあ、こんな感じでね、初投稿の動画はやってたみたいです。はい。いやー、ちょっとツッコミどころ満載でしたけども、でもあれから、でもまあ自分で自分のことを褒めるとしたら、でも言っても継続して、であんだけね、ゆるく、まあその簡単な感じで適当にというかやっていくっていうね、もう編集もせず企画もやらないとか言ってる僕が、こうやって今では週3投稿をやって、登録者ももう1500人ぐらいね増えて、こうやって応援してくださるね、なんといってもそのファンとか視聴者の方ができたっていうのは、いやマジでこの2年3年本気で頑張り続けて、いや最初の方はそりゃ緩かったところもあると思うんですけど、やってきてほんま良かったなって思います。本当に皆さんいつもありがとうございます。はい。まあ、これね、こういう企画ね、結構YouTuber さんたちがやってるんで、昔の動画見てっていうのをね、いつかやってみたいなと思ってたんで、今日はやれてよかったなって思います。はい。ではですね、今日の動画は以上です。まだチャンネル登録されていない方はですね、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ではですね、また同じような企画をね、数年後にやっていきますので、またお楽しみにお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。